はい、皆さんこんにちは。ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はオートサロン出店予定だったになっちゃったんですけど、カイエンのターボクーペ、続きをお伝えしたいと思います。もうかなり作業が進んでるみたいです。もうバンパーが取り外されてエアロの仮組みがもう進んでおります。こっちはリアバンパーですね。多分マフラーなんかの関係があるからじゃないでしょうか。今回はリアバンパーを取り外して、仮組みをしてるみたいです。こんな感じ で結構今時の車センサー類ランプ類があるんで、こんな感じでバンパーにかなり配線が残るみたいです。で今ちょっと下見で見たらカイエンのリアバンはハーネスがメイドインウクライナ、はい、これウクライナが多いみたいです、はい、そういうもう全くコアなファンしか興味がない情報もお伝えします、はい、であとはこの辺にもう一段階あれかな、マフラーカッターというかそのカバーのパーツが確かつくんじゃなかったかと思います。で車の方はもうフロントのこのフェンダーが取り外されて、多分フロントのエアロパーツの仮合わせなんかを進めてるんだと思います。そして今回こちらの車、最初にもちょっとご紹介させていただいたんですけども、キャリパーペイントもします。ただ同じ色でロゴだけ変えるっていう超贅沢カスタマイズなんですけど、ちょっとこの状態を覚えておいていただけると変化がわかるんじゃないでしょうか。であと内装に関してはスカフプレートだったり、その辺の変更もあるんで、今あこっちかもう取り外して、こっちか、こんな感じで純正のスカフプレート、これを一回取り外して両面テープを全部きれいに落として出し下処理して、はい、でこれを貼るという。で多分この配線を通す穴を開けないとじゃないでしょうか。でイルミネーション連動の電源線を取って多分取り付けになるんだと思います。まあこれをやるだけで結構大変っていうね。このピラー順番的に多分、あでもこれ一番最初に取れるのかな、まあ、要はキックパネルとかピラーとかその辺に全部つながってる部品なんで、多分その辺をごっそり取らないと取れない。でしかもシートベルトもあるんで、あでもシートベルトはここで避けるようになってるんだ、はい、かなりいろいろエアロ以外にも大変な作業を今年末、今日ちょっと仕事は納めの28日なんですけど急ピッチでやっております。はい、で車後ろの方はこんな感じで全部バンパーが取り外されてて、これ多分ブラインドのセンサーかなんかじゃないかなと思います。違ってたらすいません。こんな感じでなかなかカイエンクーペのリアバンが外れてるところを見る機会はないんじゃないでしょうか。でマフラーも買っただけ交換、これが交換になります。これがボルトで下だけ止まってるんで、多分スポッと入れ替える感じになると思うんですけど、こんな感じに今作業は進んでおります。はい、で今回このナンバーベースもなんと塗っちゃいます。結構皆さんこうバンパーにこうナンバーベースくっついてるじゃないですか。このザラザラが気になる方いらっしゃいませんか。これも実はボンドボディだとしっかりボディ同色とかで塗れちゃいます。やっぱりこの辺塗るとこうちょっとまとまり感も出ますし、高級感もかなりアップするんで、エアロの取り付けするしないに関わらず、もしここ気になる方いらっしゃったら、まあ、塗ってカスタマイズっていうのは非常におすすめでございます。はい、でこれがフロントバンパーの下の部分のエアロパーツになります。これはもうちょっと一足先に足付けの処理と、あと細かい巣穴というかを全部パテで埋めて塗装前の段階でございます。これから多分ベースの色を塗ってクリアを塗ってっていう、まあ、いつもの工程が始まるんだと思います。あとここに一番最初にご紹介したダクトの多分取り込み口がつくんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はテックアートカイエンターボクーペの続きをお伝えしました。今回コンプリートカーを制作させていただいてるんですけれども、一応テックアートの製品ボンド各店でお買い求めいただけます。取り付け、まあ、小物の販売、何でもお気軽にご相談ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。